あたり、前田のクラッカー、前田製菓、株式会社は、大阪府堺市堺区に本社を置く、クラッカービスケットを専門とする、1918年創業。1918年の創業から今日まで、クラッカーやビスケットなどの菓子を製造している。現在は主にスーパーのほか駄菓子店、駄菓子コーナーや100円ショップ、業務スーパー、 一部の盛況などで販売されている。1962年から1968年までテレビ放映され、人気を博したコメディ時代劇、テナモンやサンドカサの提供スポンサーとしても知られる。主力商品のランチクラッカーは、テナモンやマイナス主演の藤田誠が番組のオープニングで、俺がこんなに強いのもあたり、前田のクラッカーというフレーズを発しながら、 テレビカメラの前に差し出す CM で人気商品となった。同番組のエンディングでは子供役の白木みのると父親役の1980年代から1990年代は ABC ラジオ、TBS ラジオほか、関西圏と関東圏のラジオ局でクラッカーだけでなくセサミハイチなど他の製品のラジオ CM が流れていた。藤田が2010年に死去したこともあり。 近年では、SNS での宣伝活動にも力を入れており、インスタグラムやフェイスブックのアカウントにおいて、自社製品を積極的にアピールしている。大阪府藤井寺市に本社を置き、ニューボーロで知られる大阪前田製菓、大阪市港区に本社を置き、チューペットで知られる、前田産業、ホームランマ2010年2月17日に、藤田の不法が発表された際に、 同社の知名度の向上に貢献した人物が、戦火の人となったことで、同社のウェブサイトで長寿を発表している。前田製菓の取得ドメインは、これにちなんだ、atarimaeda.com である。昔の流行語のランキング1位。ありがとうございます。